はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は低俗な決断法続きをプレイしていきたいと思います。ハワイようやく攻略した後ですね、イギリス海軍がインド洋に侵攻、さらに南太平洋に未だ展開中のアメリカ太平洋艦隊の撃滅を行おうとしたんですが、いずれも作戦を失敗したというところで、インド洋からくも防衛するも艦隊がズタボロという状況になっています。で、ご覧の通りちょっとね、見ない間に艦隊の数が5個艦隊まで減ってました。これ僕もびっくりしたんですけど、艦隊の再編が急務だなというところですね。で、あとハワイの方は飛行場が、完成を迎えています。第一飛行場の方が、これで第一と第三の飛行場がかなり近接したところに両方揃った形になるんで、これでね、敵艦隊を逆に誘い入れたいなと思っています。で、敵艦隊が入ってきたら、そこでね、この基地航空隊を使って敵艦隊の撃滅を行うということもできていくかなというふうに思っています。ではターンを進めていきましょう。ドイツがなんとか守ったけど、飛行場が3つ、さらに戦艦が2隻撃沈で、敵は正規空母1隻2隻さらに戦艦1隻撃沈という形ですね。まあ、痛み分けって感じかな。で、ハワイの方はさらに航空基地が完成してるかな。で、源流海が改装が終わってますね。あと潜水艦が5隻ほどで、ヘッジホグの開発も完了してますね。で、南太平洋の攻略、あと1ヶ月で攻略できる自信はないけど、まあ一応ここを継続で2000円もらっておきましょう。で、もう艦隊の再編が急務なんで、まずは、なんといってもですね、今回は先にやることだけやっておいて、その後はもうひたすら生産の方に注力しましょう。で、諜報活動は絶対やっておきたいんで、入れておきます。で、ここからは生産系になるんですが、まず戦艦なんですけど、ちょっとね、戦艦の数が明らかに足りないんで、今回は、この加賀型を1隻まず建造しましょう。どうしようかな、越後とかにしますか。越後にして、さらに型で言うとちょっと微妙かなっていう気もするんですが、まずは最上型の、そうだな、霞ヶ浦とかにする。作っておいて、で、残りはこの潜水艦ですね。大好きな潜水艦、まあ、潜水艦も自分で設計したらどうですかっていうね、コメントアドバイスいただいてるんですが、まあ、とりあえずここはいつもの潜水艦を作っておきましょう。で、残りは航空機の生産に回します。で、52型の戦闘機も欲しいんだけど、今ね、戦闘機よりもどっちかっていうと爆撃機の数が圧倒的に不足してるんですよね。爆撃機の数と攻撃機の数が不足してるんで、これを薄くはなりますが作っておきましょう。これでお金、鉄全部使い切ったんでターンを送ります。で、その前にアラビア海からは艦隊は撤退してるね。さすがにこの2個艦隊で攻めてくるってことはおそらくないと思うんで、一旦ここで待機で、南太平洋の方なんですが、ここがね、強力なんですよね、艦隊が。ただ第一艦隊は、まあ、中波大破ほぼさせてるんで動きはないでしょう。で、第二艦隊、ここに正規空母1隻、護衛空母2隻で、第五艦隊の方には正規空母が3隻入ってるんだな。で、第14艦隊の方は、まあ、ほぼほぼ大破してるってことを考えると、そうだな、サンゴ海に侵入されるぐらいだったら南太平洋に攻め込みたいぐらいだけど、今のこっちの艦隊戦力を考えると動かすにも動かせないんでね、第14艦隊の増強をしてしまいたいなっていう感じかな。では、さっき完成している艦隊ですね、艦隊っていうか、まあ戦艦っていうか空母っていうか、
まあ、源流界は、そもそもということにはなるんですけど、インド洋方面に転出させましょう。で、潜水艦が何隻かというか何個かできてるんで、潜水艦隊として第15艦隊を編成して、ここに潜水艦を全部バッと突っ込んでしまって、これはハワイに送りましょう。まずは何といっても、ハワイ方面のね、敵を完全に駆逐してしまいたいなというところになりますからね。まあ、第6艦隊になっちゃったけど、まあいいでしょう。ハワイの方に送ります。これでお金も何にもなくなったんで、ターン送ります。マラッカで潜水艦、オーストラリアでも一部沈没か。ドイツが5000円で、駆逐艦青いと潜水艦ができたと。そしたらまずはインド洋の方に飛行場を、第2飛行場が完成してるんで、第2飛行場の方に航空機の配備、増設、増強を図りましょう。こうすると冷戦の22型配備済みか、水星の数が足りない、天山の数も足りない。くー、お金がないね。で、今回も鉄がそれなりにできてるんですけど、輸送船が何隻か沈められてるって話なんで、今回輸送船を3隻作りましょう。で、まず南シナの方なんですが、南シナに、2隻で、オーストラリアはね、本当に鉄いっぱい取れてありがたいんですけど、鉄とお金ね、オーストラリアにも配備しましょう。今オーストラリアに航空機配備しておく必要ある？そもそも、というか配備してなかったしね。攻撃される恐れのあるところには確かに飛行機配備しておいた方がいいかなって気もするんですけど、トラック置きとかも今すぐ敵の攻撃にさらされることないからな。そしたらもうトラック置きから飛行機引き上げましょう。特に水星と97式の観光はもうゼロ。なんか忘れそうだな、いざトラックが攻められた時に、みたいになりそうですけど、まあ、ここは仕方がない。97式の観光も召し上げ。97式の飛空艇とか21の戦闘機はまあ置いといていいでしょう。まあ、護衛機として21型残しとく意味もないんで、攻撃がゼロの以上は、まあ、これで偵察機だけ残しといていいでしょうっていうね、理不尽な決定をどんどんしていきましょう。もうしょうがないね、ないんだから。飛行機の数がない。一式の立航は残しといていいね。21も残しといていいね。一式立航残して、まあここは残しといてもいいか。陸上攻撃残しといてもしょうがないんで、引き上げてもしょうがないんで、一式立航、沖縄式増えて、まあここは残しとくか。まあただこんだけその立航とかが残ってるんであれば、立航とかをまあ基地に配備しちゃうっていう手もありますけどね。まあ一旦じゃあこれでいいか。まあ中途半端な感じにはなったかなって気もしますけど。で、そしたらいつもの通りにはなるんですが、まずは諜報活動ね、これ最重要ですからね。今アラビア海と南太平洋に入れておきます。で、さらに技術開発は薄めにいつも通り入れておきましょう。で、兵器開発は特に今回のターンもないので、これで見送って、あとはですね、艦隊を作っていくために艦船を作っていきましょう。まずは軽巡が不足していると思うんで、天竜型どうしようかな。天竜、これが1026か。で、魚雷も積んでいて、それなりに速度も出る。よし、天竜を作ろう。で、一応他に
有能な経順がないかを確認しておきましょうね。ながら、いや、ながら強えな。ながらの体幹攻撃力なかなかのもんだよな。よし、ながらにしよう。金はかかるけど、ながらを2隻、で潜水艦を2隻かな。いや、これ正直そのイギリスとか、イギリスはね、多分相当金持ちになってきてるな。イギリス先に叩いとかないと危ないよな。でもこれアメリカはね、もう西海岸、いやでもな、メキシコもそれなりに取れるな。ただ東海岸もあんまりないしって考えると、やっぱりアメリカ海軍はぶっ殺しておいて、イギリスの方に戦力を増強していった方がいいですね。なんでハワイ方面はもうまた例によってひたすらに潜水艦を送るっていうね。感じにしましょうか。てかもうひたすらに潜水艦を送るしかないな。また潜水艦作戦かっていうね。ワンパターン化してきてますけど。まずはハワイ方面、南太平洋、アリューシャンの、艦隊を叩いておいて、で、インド洋方面に艦隊を集結させるっていう順取りというか段取りでいきますか。で、航空機の生産に入りましょう。ここもうちょっとそろそろ1個ぐらい設計する？艦上の攻撃機、爆撃機でいうと爆撃機なんですよね、今欲しいの。で、爆撃機何をベースに作るかなんですが、天山をベースにちょっと一旦設計だけしてみますか。まず空戦能力なんですけど、空戦能力を、武装は、これを2問入れて、まあ、空戦能力そこまで必要かって言うとあんまり必要ないんで、どっちかっていうと、航続距離が欲しいんですよね。一旦2000キロで615で、走行とか、夜間戦闘欲しいけど、まだどうにもならないもんね。で、爆撃能力なんですよ、爆撃能力。爆撃を、これ1000キロ爆弾は無理でも800キロ積むとどうなる？速度が556。で、雷撃能力はいらないんで、いや、急降下欲しいわ。で、走行が、まあ、30。40は欲しいよな。さすがに。守るとしても。これでどう？最高速度413キロ。おっそーって感じだけど。航空機のエンジンはね、もうどうしようもないんで、最高速度413か。ちょっとこれで他動かせるところない？偵察能力とかいらないんだけどな。レーダー搭載はそもそも不可？いや、可能にしようよ。レーダー搭載しよう。で、走行は40。走行もうちょっと削る？いや、走行これ以上削れないな。そうすると、航続距離を少し減らしてでも、1600にして420キロ。レーダー搭載。これでどう？っていうのが一つと、他の国の、ちょっと、戦闘機をベースに考えてみるっていう手もあるんだよね。ドイツの艦上攻撃、最低航続距離。いやー、全然しょぼいよな。艦上攻撃、スカイレーダー。
最高速度740、まあ、結局みんなこの辺りに落ち着いてきちゃうは来ちゃうんだよね。こいつはめちゃくちゃ優秀だみたいな機体があればもちろんそれをね使っていくんですけど、イタリアのこのリ2001優秀だよね。最高速度高いもんね。てかやっぱりドイツ軍とかの方が少しユンカースとかもそれなりに使えるよな。でアメリカ軍はというとウォーホークとか結構強いね。ヘルキャット、名前は好きだけどな。ワイルドキャットにヘルキャット、うん、あとはイギリス軍ってなるとろくな機体ないよな。フォーカータイフーン結構いいね。ちょっとこれベースに一回作ってみる？スピットファイヤーもいいね。いや、スピットファイヤーかっこいいし、そもそも。いやー、日本海軍はどうなってるんだ。ちょっと日本海軍でこの性能の機体ある？ 770 出る最高速度がそんな機体ないでしょ。ライデンをベースにちょっと見てみるとどうなるかっていうと、まずは空戦能力なんですけど、空戦能力はまあ入れましょうと。これ2門は欲しいよね、最低でも。で走行もまあ40は欲しいよな、やっぱりどう見ても。で武装はもう最悪これでいいとしよう。空戦能力は期待しないっていうね。で航続距離をやっぱ2000ぐらいは欲しいんで2000にして、夜間航空機体が開発されてません。そうか、ライデン自体がまだ開発されてないもんな。そうなるとだ、770最高速度出るのだと水星ってことになるんだよね。なあ、そうなると結局水星をベースに水星とオリジナルのものができるだけだよな。水星海とかそういう感じになっちゃいますよね。空戦能力はまあドッグファイトをする必要はないんで、爆撃機に関してはね。ただ急降下ができるかっていうところなんだよな。あとはキロは欲しい、やっぱりどう見ても2000キロですね。で爆撃の能力変更なんですが、これはもうね最低でも800は欲しいんで800乗せて、であと急降下は絶対欲しいんで急降下を入れる。まあこんなとこかな。でレーダーはもうこの際もう乗せるのはやめましょう。偵察は出さないと、爆撃するだけ、爆撃専用機で雷撃もしないで、これで水星海という名のもとに、最高速度が、ちょっともう一度確認したいな。水星海、
最高速度が488。ちなみになんですが、これを1000キロ爆弾に変えるとどうなる ?467。いや、1000キロに変えよう。もう重爆撃機として再編成しよう。7週間後に重爆撃機ができるということで、あとは生産ですね。とりあえず艦上の攻撃機を28機、あとはまあこのあとね、水星回ができるとはいえ、つなぎの爆撃機は絶対必要なんで、これも入れてだ。これでお金がもうゼロ、全くない状態だよね。で、あとは敵の動きも確認しておきましょう。まず南太平洋、そうか、今回は全員対応済みだね。どうにもならんということであれば先に進んじゃいましょう。潜水艦が1隻だけだな今回は。関西照射レーダーが開発できるようになったと。で、水上レーダーの技術を応用し、敵艦の方位距離を即座に計測、正確に照準射撃を可能、砲撃管制システム兵器、本兵器が開発されると、ちょっとゴーってなっちゃいましたけど、自動的に艦船に搭載、海戦では砲撃時の命中率が 5% 上昇。これ速攻で開発しましょう。まずは兵器開発で、忘れないうちに新兵器開発、これに6週間かかるんで、6週間後に期待しておきましょう。で、技術開発はいつもの通り薄めにではあるものも入れておきます。で、インド洋方面の航空基地なんですが、これは第三飛行場がまだ完成してないね。第三飛行場の完成が待たれるな。で、諜報活動は一通り入ってるんでよしとして、続いて鉄が7800となると、まず輸送船を2隻作って、艦船でどうしようかな。空母作る、空母、源流海、残り1週間待てば源流海が作れるようになるんで、源流海が作れるようになるまで1週間待ちましょう。代わりに従順の最上、で、残りの金で潜水艦を4隻作りましょう。とりあえず南太平洋にいるアメリカ艦隊を完全に排除したいんで、潜水艦の大増強ですね。まあ、それまでインドとハワイそれぞれイギリス、アメリカがおとなしくしててくれるっていうのが大前提にはなりますけどね。よし、ちょっと線残しておきましょうね。次回源流海をさらに作っていくので、残しておきます。で、あとはこれもいつも通りという生産体制になるんですが、水星、天山、この辺りを作っておきましょう。艦上攻撃機もね、ちょっと生産する前に新しい型を自分で設計した方がいいかなっていう気もするんですが、まあしょうがないな。で、あとは艦隊の動き確認しておきましょう。南太平洋の艦隊、これね、復活することはないと思うんで放置でいいでしょう。で、第2艦隊の動きもいい。そうするとあとは新しくできた艦隊ですね。いや、その前にハワイの方の艦隊の再編をしておく。ハワイの方は第6艦隊に
れで第15、第16が潜水艦隊として編成できたね。で、第16艦隊は13隻体制で、第15艦隊は8隻体制なんで、第15艦隊にもう何隻か増強したら、ハワイに、南太平洋に進出、再進出しましょう。んで、これを踏まえて、未配備艦。潜水艦1隻だけか、今回は。いやー、やってくれるな。ちょっとこれはこのまま据え置きだな。さあ、敵艦隊出てくるなよ。ハワイ来るか。ハワイに来るか。南太平洋海域の敵2個艦隊に、西海岸からも敵艦隊が出てきているという状況ですね。そうか、第7艦隊っていうのが存在したのね。しょうがないね。ここはダメージ受けたくないけど、しょうがないな。ここは速攻で一旦ですね、回線の速度を落としてしまいましょう。で、もう本当にね、潜水艦頼みなのは間違いないんで、で、主力艦は張り付きです。まあ潜水艦隊の方はもう完全に任せてしまって、第一艦隊を主操作で、戦っていきましょう。夜間戦闘が可能になる彗星じゃないね、ライデンかなが開発されたらもう速攻で、大量生産、大量配備だな。どこで敵艦発見したのよ。それ教えてくんないとさ。雨降ってんのか今。工場、飛行場1個大破？いやー、厳しいこと言うね、本当に。
マジか、総流が沈没か、厳しいな。耐えてくれ。そしたら戦艦部隊を、いやー、味方の被害かなり出てるな今回も。ちょっと確認しましょうか。まずは味方なんですが、正規空母総流喪失か。いやー、言葉にならないダメージだな。敵の方はというと正規空母1隻、あとは護衛空母2隻を第2艦隊から撃沈、あと軽巡以下ですね。で、第10艦隊の方から正規空母2隻、護衛空母2隻、あとは従順が5隻に、6隻かな。あとは軽巡クラス以下というところで、まあダメージは与えてはいるけど、どうだ？味方の正規空母1隻、さらに潜水艦隊全滅。源流海、いやー、源流海作るしかないな。さらに軽巡2隻に潜水艦2隻、潜水艦を急ピッチで進めるしかないね。うん、ちょっと言葉にならないダメージがあるけどしょうがないね。まず南太平洋に救う艦隊はどうなってるかというと、もうボロボロのはずだよね。ただそうか、なるほど。第5艦隊が空母が健在か。まず忘れないうちにハワイ沖ですが、まず第2飛行場がボロボロなんで、第2飛行場を作らなきゃいけないんだな、またお金使って。いやー、しんどいね。何、第二工場は何作れてるわけ？奪われたわけじゃないから、一応残ってはいるってことでいいのかな。第二工場もそうだね。インドの方はどうなってる？インドの方は、インドの第三飛行場が次のターンぐらいで完成かな。で、ハワイ沖の艦隊なんですが、第一艦隊がな、正規空母1隻喪失していて、潜水艦隊がボロボロ。なるほど。そうなると、まず今回のターンでできることは、潜水艦ですね。潜水艦を4隻作っちゃいましょう、まず。これ最優先だと思うんで、潜水艦を4隻。いや、まさに潜水艦隊壊滅したな。
まあアメリカ艦隊にもダメージ与えたんでいいんですけど、正規空母ソウリュを失ってなければ言うことなしだったんだけどな。空母一隻逃がしきれなかったっていうところかな。まあちょっと僕の操船能力の低さが出ちゃったところですね。で、飛行機を作っておくしかないね、もう。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとねハワイ沖での対抗防戦が続いてはいるんですが、まあ、ハワイを防衛しつつイギリスとも戦っていかなきゃいけないということで、かなり厳しい戦いが続きそうなんですが、まずハワイの方にはこの後ですね、空母一隻なんとか増強してあげたいなというふうに思っています。でインド洋方面の方なんですが、こちらの方にはね源流が入ってきてますんで、源流の方に艦載機を乗せておいてあげましょう、忘れないうちにね。まあそれなりの戦力は整っているとは思うんですが、まあ、それにしてもやっぱ苦しいな、台所事情が。まともに打ち合っても勝てる気がやっぱりしないですからね。第5艦隊を急いでハワイへ移動させてハワイの防衛に努めましょうというところですかね。はい、というわけで、ここまで、お届けしてきました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。